さんもしっかりと心に留めていらっしゃると思いますが、今日2006年6月10日は救助の会を結成してちょうど2周年の日にあたります。その日をこのような形で迎えられたことを皆さんと共に分かち合いたいと思います。私ども事務局で把握した範囲において5174の数を数えることができました。新聞を見ますとあちらこちらで大変な残虐な事件が起きております。辛いことです。悲しいことです。どうして民族間の紛争がやめられないのか。これは何とかして苦しさを知っている私たちが立ち上がって世界に向かってどうか悲惨な戦争はもう一度起こしてはいけないんだということを説いて回らなければいけないと思うのです。集まっております9人の仲間はみんな戦前の苦しさを知っておりますけれども、でももうそろそろ力尽きかけております。そうでもないんですよ。本当は一生懸命になる年寄りが申し上げるんですから、皆さん聞いてください。本当に平和というものが世界にどれほど必要なことか。私は日々忙碌しています。文明から取り残されています。私の子供の頃、昭和の初めに政府は戦争は文明の母という小冊子を出しました。その判断は当たっていると私には思えます。かつて米国は文明の名において日本の戦争を裁きました。今は文明の名においてイラクに戦争を仕掛けています。私は米国と日本の2つの国家の文明に取り残された一人の盲録の個人として戦争に反対します。多くの人がここで志を変えて、状況が困難だからといって気持ちを変えて、やっぱり戦争は仕方がない、軍隊ができるのもしょうがない、外国行って殺し合うのもしょうがないというのを人間には絶対ならないぞと思い、そういう思いを隣にいる人、あるいは同じ職業をやっている人たちと語り合いながら、一人では揺るぐこともあるかもしれないけれども、でも一人が二人になり四人になるというふうに広がっていけば、それが確実な力になるだろうと私は思います。私は最後の一人になっても今の気持ちを変える気持ちはないです。できる人はいろんなことをやったらいいけれども、でももっと緩やかな、その締め付けでがあんまりないような緩やかなつながりで、しかし一人一人の志は誰からも奪われないという強いものにする、そういうふうになっていくための会でありたいと思っています。その救助の会は中央集権的な組織ではない。そしてその事務局があなた方に何かやってくださいということを頼むんじゃなくて、急に救助を守る以外は、それでそのためにどういう手を打つかということは全く主体は 私たちじゃなくてね、そのここに集まった皆さんの側なんですね。だからそのどうかその自由に話してね、日本で唯一の、そして多分世界でも珍しいな、でことに平和運動に関してはその明らかに例外的に珍しい組織ですよね。だからそこでそれを盛り立てるのはね、中央集権的じゃない、そして地方分散、そしてバラバラになっているのをただその情報を交換してその連帯の関係を作っていくことが任務です。あったの。そして多分ね、勢いに乗ってください。勢いは上り坂だと思うんだ。それで勢いに乗らなきゃ勝てないですよ、相手は強いんだから、ね、だから今上り坂の時に押してやればその勝てるかもしれない、ね、私は約束なんかできない、勝てるだろうと思って勝てる可能性がある。どうしてそれをやらないのか。
その上り坂を掴んでやってみてください。でそれがそれは私からのお願いというか希望です。皆さんと一緒にやりましょう。で日本は例えば自由のためには軍隊がいるんだというようなことをみんなおっしゃるんですね。例えば戦闘がありますね。しかし考えてみたら日本は自衛できるのかという大問題になります。私は戦争中に、まあ、子供として戦争を体験したんですね。私の体験は空襲とそれから飢えです。私は空襲はもう延々と受けたわけですね。大阪にいて生まれ育ったからもう延々と年明け空襲の体験を俺3回やったんですね。その空襲から見ますとですね、分かることはこれは抵抗する力が全然ないじゃないかということを痛快に痛感するんです。いやこの国石油ないでしょ、今もないでしょ、これ戦争できるんでしょうか。飛行機を通そうと石油が飛ばないんですね。それからもう一つは戦車も動かないでしょ、何にも動かないですよ。それは私は痛快に体験したんです。日本は戦争できるのかと。それからもう一つはですね、食料ですね。私はもう飢えて、あと戦争が6月ついてたら私は死んでたけども栄養失調かなんかで死んでますね。もうそれをひどい目にやってるわけ。今日本の食料の自給率は 40% ですね。これ一体戦争できるのか。そこさえ冷静に考えた場合、現実に考えた場合戦争できないでしょ。中国は違うんです。日本はアメリカとは違うんです。フランスも違うんです。日本は何もない国でしょ。でそれで永遠として一番似ているのは韓国ですね。私は韓国行ってこの間いろんな話をしたんですけれども、韓国も平和主義で行かないといけない国なんですよ。何もないでしょ。ただそういう国としてどう生きていったらいいかということを、基本原則は何かっていうと、これは憲法です。本当は非常に大事だと思います。我々の国の繁栄を作ってきたのは平和憲法のおかげなんですね。これは平和経済が来た国ですね。平和経済にね、これだけ豊かになった国は世界歴史で始まったんですよ。初めて以来ですね。そのうち重大さをもう一遍考える。憲法はいろんなものの元である。でそれを現実的に考えるというのはどういうことかというと、理想に徹することが現実的に考えることである。ということを、ことをもう一遍皆さんと一緒に考えていきたいと言っております。私は話を終わります。私たちのこの運動こそが本当に世界の現実を見据えた運動なのだということがひしひしと伝わったように思います。それでは、続いて大江健三郎さん、よろしくお願いいたします。昨日でございますが、大阪で私の沖縄の音という本についての裁判の3回目が行われたところであります。この本は私の友人でした沖縄の伊予島出身の古源宗憲さんの突然の死について書くことから始まっています。書いてありましたことは、実際は本土から切り離されて憲法に守られていない沖縄で、憲法を印刷した小さなリーフレットを作りまして、それをシャツの根ポケットに入れていようという運動を始めた一人であります。憲法90条が作られたことの動機に、最近非常にはっきりした研究が現れておりますが、東京裁判で天皇の戦争責任が追及されることをされなかったと、そのマーカーサー司令官の占領軍司令官の考え方と、また日本本土を非武装化する代わりに沖縄を巨大な米軍基地にすることができるということがあった。それによってこの憲法が成立したということが研究者によって言われています。憲法そして教育基本法を読み返しますと、さまざまな思惑が力を投げかけていたにしても、憲法教育基本法を作った、そしてそれを自分らのものとして受け止めた戦後すぐの日本人は倫理的想像力のある人たちであったと。大きい